学歴がなくても門罰がなくてもともかく努力することによって総理大臣になれるんだ。これは世界中の、まあ、多くの人に特に若い人たちに大変なその希望と夢を与えたというふうに思うんです。自分で汗をかきましょう、手柄は人にあげましょう、これが今日までずっと竹下がやってきたことですよ。もうどんどんもっと短くしちゃっていいんじゃない？もっと短くしたんじゃないの？もう党としてはきつい。党としてはやっぱり優しくしてる。それはまあこれで。あたしだよ、あたしだよ。民主党です。今年限りでの引退を表明いたしました。